串型町は、かつて、山梨県中駒郡に存在した町。山梨県の中西部、中駒郡の中央部に位置。東西に、やや長い町域で、西部は山麓地帯、東部は甲府盆地生誕にあたる、五直市川扇状地の平野部。山地から、大地、扇状地と、地理的環境の異なる地域が含まれ、それぞれ伝統的制御が異なることから、山形、根形、 原方と呼称される。櫛形山山腹に立地する高尾は水理に乏しく、山方と呼ばれ、山独から一の瀬大地に立地する地域は、根方と呼ばれた。五直市川浅上地の原方は、旧和格差町域と合わせて、原七号と呼ばれる乾燥地域。町域は地理的条件が多様であるため、各時代の高校遺跡が幅広く分布している。旧石器時代では、 長期的な生活跡は見られないが、一の瀬大地からはナイフ型石器や,や、槍先形戦闘機が出土し、戦場地地域からは、採石人などが出土しており、大地から、戦場地へ進出していったと考えられている。縄文時代の遺跡は数多く分布し、特に中期集落である、イモジア遺跡は、塩水系土偶や人体文様付け土器など精巧な、遺物が出土した遺跡として知られている。 弥生時代には、一の世代地上に六花球遺跡や長田口遺跡など、弥生集落が分布し、長田口遺跡からは、東日本で類例の少ない内向家門橋が出土している。古墳時代には、甲府盆地南部の曽根丘陵において、東海地方経由で古墳文化が流入し、海長静香古墳を中心とする巨大古墳が造営されている。 長域でも東海地方の影響が見られる S 字亀が出土しており、5世紀以降には中道地域から古墳の造営が盆地各地に拡散し、長域にも5世紀前半の前方後円墳であるモノミツカ古墳や5世紀後半の円墳である六下級古墳が分布している。古代の律令成果では駒群大井里に否定されている。平安時代後期には、 甲府盆地各地へ、海、源氏の勢力が進出するが、西郷里では、鏡荘へ、海、源氏の一族である鏡玄公が進出し、東光の次男、張清氏は、小笠原荘へより小笠原氏を称した。小笠原には、鎌倉時代に町場も成立している。小笠原氏の一族は、鎌倉幕府で徴用されて海を離れるが、長池によった武士団では、小笠原氏の子孫で、 上野城を本拠とした上野氏がいる。南北朝時代には守護、武田氏の一族が大磯へ進出し大石を称し、戦国時代には黒人領主化して武田氏と対抗した。平岡の尾根城には笹城跡がある。笹城は飼の国史では平岡の古史として記され、三つ角方案なる社の石であったとする伝承を記している。さらに、 笹城の東には本城が所在していたという。近世には多様な制御が成立するものの総じて生産性は低く、行場特権を得ている地域もあった。現七号地域では干ばつによる被害を受け、江戸時代には西郷里地域における徳島関の改作などが行われた。1937年4月、満州産業開発後可燃計画が開始されると、 正域の豊村がこれに応じ、1940年には満州への入植が行われた。豊村からの入植者は分村設立を心を見るが、1945年8月の終戦直前に集団自決した。吉田の諏訪神社境内には慰霊碑が残されている。ありがとうございます。